今日のテーマなんですけど、まあカーディーラーの営業って、まあ、大変なのかっていう話ですよね。僕が大学生の時に卒論のテーマが輸入車のマーケティングと国産車のマーケティングの違いっていう題名でやってたんですけど、あのメルセデスベンツに取材に行ったんですよ。自分で電話でアポ取って京都のディーラーさんのメルセデスに行って、トップセールスと常務が僕の話を30分だけ聞いてくれるっていうことだったんで、まあ、その時にそのトップセールスの方が言ってたのが今でも覚えてて、カーディーラーの営業って大変ですかって言った時に、いや全然大変じゃないですよと、世の中には僕らより大変な仕事なんて腐るほどあると、僕らの仕事終わってプロダクトもしっかりしてて、しっかりした製品、それをお客様がお求めになってくれる、手に入れたお客様は幸せだし、売った僕らも幸せだし、まあメーカーとしてもね幸せだし、まあこんなにまあ人に喜んでもらって、かつ僕らもこういったブランド扱えて僕は心底幸せですっていうトップセールスの方がいらっしゃったんですけど、やっぱその言葉は今でも耳に残ってます。なんかカーディーラーっていうと大変とか安月給とか、まあ何も売らなきゃいけない安月給だと思うんですけどね、売ればちゃんと入ってきますからっていうなんかイメージを完全に払拭してくれたのが、僕が大学生の時に出会ったベンツのセールスマンでした。で実際にやってみて思うのは、本当にベンツの方がおっしゃる通りで、本当に幸せな仕事だなと思ってます。なんていうか、世の中ってもうネガティブなものを解決する職種と、さらに人々をこうポジティブにハッピーにしてくれる仕事って、まあ結構二通りあったりするじゃないですか。でどっちかっていうと僕らのこの営業の仕事ってポジティブ、いやお客様をさらに幸せにするっていう仕事じゃないですか。だからそういう意味で言うと大変な仕事ではないんじゃないかなって僕は個人的に思います。大変と思った時点でもうその営業から車を買うってなんかちょっともう嫌だなって思っちゃうんですけどね。まあ、結論としてはカーディーラーの仕事っていうのは別に大変じゃないです。でノルマがあるとかないとかあると思うんですけど、そんなのね、どの企業行ったってノルマなありますよ。だってセブンイレブンだってお昼の時間唐揚げ売るじゃないですか。唐揚げとかコロッケとか出来たてですかっていかがですかって言うじゃないですか。あれだって営業ですから、多分ノルマとかあったりすると思うんですよ。まとめるとカーディーラーの仕事っていうのは別に大変じゃないですし、まあ、大変な仕事は世の中にはもっとたくさんあるよってことです。まあ、今もしカーディーラーで働いている方々は本当にそこをポジティブに自信持ってもらって営業してもらえばいいと思いますし、世の中にカーディーラーは最高だぐらいの動画が溢れ返ってくれればいいかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ごきげんさいでした。